ゲリー・ダラーニまたは、ジェリー・ダラニーは、ハンガリー出身の女性バイオリニスト。アネ・アディラ・ファキーリも著名なバイオリニストであった。王子に、ヨーゼフ・ヨアヒムがいる。なお、本来の姓は、アラーニ・デフニャドバールである。当初はピアノを学ぶが、ブダペストのフランツ・リスト音楽院で、イエネ・エフバイに支持したのを機に、バイオリンに転向した。欧州や米国で独奏者並びに、 室内楽奏者として演奏旅行を続けた後、ロンドンに定住。ベーラ・バルトークと共演して、ロンドンやパリでバイオリン・ソナタのリサイタルを開いた。バルトークの二つのバイオリン・ソナタはいずれも姉、アディラに検定されてはいるが、ロンドンでの初演は共に、作曲者自身のピアノとイエリーのバイオリンによって出会った。古典派、ロマン派、近代を音楽の秀逸な解釈で知られており、 モーリス・ラベルはピアノ伴奏版のチガーヌをボーン・ウィリアムズはアカデミックな競争曲をダラーニに検定している。また、グスターブ・ホルストは2つのバイオリンのための二重競争曲を姉妹のために作曲した。1937年にはローベルト・シューマンのバイオリン競争曲のロンドン初演を行った。1933年に高齢術に参加した際に シューマン本人の例からこの競争局についてのメッセージを託されたとして、世界初演の権利を得ようとしたが、この望みは叶わなかった。ありがとうございます。